2015年1月30日、韓国連合ニュースによると、大韓整形外科理事会は、同日、ソウルの整形外科院で、27日に手術を受けた中国人患者の心配が停止し、脳死状態に陥ったことを発表した。患者は、サムスンソウル病院に移送されて治療を受けているものの、意識不明の状態が続いている。人民網が伝えた。 理事会の発表によると、韓国では、委員の解説に際しては、責任者が、医師の資格を持っていることが法律で定められているが、この病院の責任者は資格を持っておらず、医師や看護師を雇用しているだけのブラック委員である可能性が高いという。このブラック委員では、集客のための広告や、イベントに携わる担当者を長期に雇い、問い合わせの過程などを利用して、 患者を美容整形手術に勧誘しており、理事会は非道徳的な営業方式だと指摘している。この種の違法な病院や医療事故を起こした理事会会員に対して、理事会は委員の運営資格を停止、剥奪するだけでなく、民事、刑事の責任を追及することで、類似事件の発生を防止していくと表明している。